というわけで今日はレクリエーションも兼ねた水泳の練習を行う。え、さっき泳げなくてもいいって言ったのに。泳ぎの技術自体はさして重要じゃない、水に慣れておくのが重要なんだ。んじゃ、さっさと水着になんぞ。私も着替えるんですか？そりゃそうだろう。要するにだ、泳げない奴は水に恐怖心を抱いている。ダイビングではそれはまずいことなんだ。話が頭に入らないんで下を吐いてもらえませんか？水に恐怖心があるとトラブルに対してパニックに陥りやすい。すると効率のいい呼吸を保てずエアーの消費量が多くなるんだ。これは安全にも関わるからちゃんと練習してもらうぞ。驚いた、ダイビングには真面目なんですね。分かったらさっさと着替えろ。よし、始めるか。より、お前は基本中の基本、水中で目を開ける練習からだ。水中で目を。ここは足がつく、安心してやってみろ。わかりました。大丈夫、目を開けるなんて簡単じゃないか。ダメか。すいません。ならこいつを使ってみるか。お前も装備を使った練習に入るか？はい。それなら恐怖感はだいぶ薄れるだろう。はい。聞き慣れない音がする。呼吸ができないし動きづらい。でも目は圧迫されてない。水が入る気配もない。これなら目を開けることも。どうだ、水中の景色はいいもんだろう。俺もう一生水の中ダメかもしれません。いきなり何すんですか？装備が外れてもパニックにならない練習だ。外すならゴーグルでしょうが。